Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 相手にするって言うのか。やるみたいですね。では始めてください。全く違うようだ。本物の戦士の目になっている。いい兆候だ。高みの見物か。ああ、正直そのつもりだった。しかし考えが変わった。何？以前の日本は我々に遠く及ばない必要。しかし私は昨日、日本のある選手の練習を見てしまった。私は滞在予定を短縮し、国に帰ることにした。日本を迎え撃つ特訓のために、その者のプレーは私を驚愕させた。日本のレベルは我々に迫りつつあると感じた。本当だ。誰も。そうか、気づいてくれたか。でも気持ちで負けてたら勝てるものも勝てなくなる。その通りだ。お前たち世界の力を見せつけられて落ちてくるな。クラリオがここに来たのはビビらせるためじゃない。俺たちの本気を試しに来た。日本が本物なら形成することもさらに強くなるということか。そういうことだ。みんな面白いじゃないか。お前たちはワクワクしないか。胸の奥から込み上げてこないか。なんかこうすっげえ熱いのが。遠藤さん、いえキャプテン、俺なんかワクワクしてきました。みんな、世界の壁は熱い。目の前に分厚い壁があるならそれをぶち壊せる大砲になればいいんだ。世界と戦おう。ああ監督のことだから俺にもきっと何か。監督が夜食べるアイスを買いに行くことに意味があるとは思えんがな。確かに例によって監督の指示は絶対だ。誰だ。ああ、そこにいるのはテレビに出てたサッカー日本代表の皆さんじゃないですか。お前誰だ。サッカーで勝負って戦い。その程度で日本代表とは笑えますね。お前は何者だ。僕の名前が知りたいのか。僕は無敵ヶ原藤丸。君たちのようなダメ選手が FFI に出て日本が恥をかかないように。
ここで全員再起不能にしてやるよ。いよいよフットボールフロンティアインターナショナルアジア予選第2試合が始まろうとしています。日本の選手たちよ、頑張ってくれ。日本の力を世界に知らしめてくれ。絶対アジア予選突破するぞ。相変わらず熱いな。みんな、相手は世界だ。世界を相手にサッカーやろうぜ。おー、日本対韓国、アジアのライバルが激突。果たして勝利の女神が微笑むのはどちらなのか。見せてもらおう、日本は革命の旗になりうるのか。残念だけどこの試合日本は負ける。なんか言ったか。いいえ、日本がどこまで行けるか楽しみですね。パーフェクトは始まりだ。